ここまでの放送はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。イケメンテレビナンバーワン決定戦イケテンパラダイス、月曜日から金曜日まで毎日イケメン店員イケテンをコンテストイケテンコンテストを行って、はい、各曜日でチャンピオンを決めようというコーナーでございます、はい、チャンピオンに輝きますと賞金3万円差し上げます。さあそれでは早速参りたいと思います。最初の紹介者です、どうぞ。原宿から来ました、ブリッジのブリッジ VS の大本と申します。あ、リオさん、はい、青木です。青木くん、はい、あ、おしゃれな感じのね、お客さんがまだ入ってないってことかな。そうですね。さあ、どんなイケてるさんなんでしょうか。はい、ヘッドスパが得意な美容師見習いイケてん。見習いなの。ってことは2人の後輩。そうですね。僕はあのイケテンの後輩です、ね。あ、さらに後輩。さらに後輩。あ、じゃあ見習いなんだまだ。僕もまだ見習い。さあそれでは登場していただきましょう。イケテンさんです。どうぞ。お台場で働くプロサッカー選手を目指したイケテン。
願いします。さあ皆さん質問どうぞ。生で見て一番可愛かった。そうそうそう。ちょっと緊張してるのかな。はいどうぞ。生で見て一番可愛かった芸能人は。そうよね。生で可愛かった人。ビアンドカフェベルクから来ました野崎です。野崎くん、はい。ビアンドカフェ。今ね。あ、どっちかな。美味しいコーヒー。あ、もうこれ全部ね。あ、コーヒーも出してる。はい。さあ、どんなイケメンさんでしょうか。得意のボイパで客足を止めるイケメン。すげえ。ボイパーカッションをしてるね。さあ、どうですか。遠藤ひろし君、ボイパーが得意ってことなんですよ、はい、早速エアーボイパーだ、はい、エアーボイパーも何も言わないボイパーエアーだ何も言わないすごいすごい、ただいまベルクで全然変わっちゃうなんだ、変わらないなベルクレーション第2回戦お願いしておりますさあ本日のイケセンさんで揃いました。これだけでどのイケセンだ月曜日ジャンプが決定いたしましょう。皆さん判定お願いします。どうぞ。さあ出た1番の方おめでとうございます。賞金3万円。さあそれでは明日のお知らせです。Yeah.